はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。副賞特集、ちょっと久しぶりかもしれませんね。7月号ということで、闘技場人気副賞ランキング時差ば調べということで、今回も、更新していきたいと思います。まあこれね、3ヶ月に1回やっているものになるんですけど、まあ1月に1回やって、で4月に2回目で、今回3回目ということで7月号となります。でね、まあ僕のサーバー調べになるので、まあすごい局地的なものになるので、まあ参考になるかどうかは別として、まあ一応ね、僕のサーバーではこういう副賞が人気あるよという感じで見てもらえれば嬉しいかなと思います。はい、ということで早速闘技場の順位ですね。まあ20人全部で調べているんですけど、まあね、20人だけで終わってしまうのもあれなので、まずはね、1位から3位まで、金銀銅の人かな、だけで、3人が持ってる副賞の中で人気ある副賞は誰かというところも調べてきました。まず2位ですね、モーガン、まあ、前回はランク外でしたの副賞が今回2位に上がってきています。そして桃地丹波ですね、まあ、この3ヶ月の間ですね、前回が4月だったので、まあ、4月から7月の間で登場した副賞というところで、まあ、この新しい副賞として桃地丹波登場しています。そしてブリュンヒルド、まあ、こちらもこの3ヶ月の間で出た、まあまあブリュンヒルドに関してはもう最近の副賞ですよね、なのでまあ新ということになってます。そしてナタ、3ヶ月前から変わらず3人中2人が扱っている副賞です。そして紫式部、紫式部もギリギリ3ヶ月前ということで、まあこの僕が調べている中では新登場という感じですね。まあですので、まあこれがね、この5人の副賞が、まあ3人中2人の方が使っている使用率 66.6% という形になってます。まあやっぱりね、この3ヶ月間で結構環境ね、ガラッと変わりましたので、まあ、やっぱり新しい副賞が、まあ、増えてくるのは致し方ないところかなという感じです。まあ、モーガンに関してもね、紫式部と時期は近いんですけど、前回調べた時はもういた副賞となりますので、まあ、今回ランク外から上がってきたという感じですね。ですが、まあ、やっぱりブリュンヒルドも3人中2人なんだっていう印象ですね。まあイメージ的には強い人みんな取ったみたいなイメージですので、まあ、3人中3人かなという感じだったんですけど、3人中誰か1人取ってないという形ですね。まあ、桃地も3人中2人かな。うん、モーガン、ナタ、まあこの辺りはまあまあこんなもんかなというところ。まあモーガンはね、まあこの毒が結構強いんですけど、毒性語ね、強いんですけど、ちょっとピーキーなとこありますよね。うん、まあこれは扱う人が分かれてくるかなという感じの効果でした。で紫式部ね、うん、まあこれもタイミングが悪かったかな、登場したタイミングがね、ちょうど環境の変わりそうな時だったので、まあちょっとタイミング悪くっていう感じなので、まあ1人取ってないのかなという感じです。そしてこれが3人中3人ですね、もう 100% 使用率 100% になる副賞です。まずモルドレッド、そして大谷氏、李氏、帰国氏ですね、でクレオパトラ7世ということで、まあこの5人の副賞が3人中3人ですね、使用率 100% で使っている副賞となります。まあモルドレッドはね、やっぱりもうちょっと環境に飲まれ始めたかなっていう副賞ではあるんですけど、やっぱ復活時の、まあ、バフ全消しですよね、まあ、これ結構強いかなというところで、まだまだ残っていく副賞なんじゃないかなと思います。で李氏、帰国しね、まあこの辺はまあまあまあ大丈夫でしょうというところ。まあ、最近ねブリュンヒルドとか出てきて、李氏、帰国し、無双がなんか終わりそうな環境になってきそうだなっていうところなので、まだ来そうだなっていうレベルですからね、まだまだやっていけるかなというところです。でクレオパトラ7世ね、やっぱ紫式部がね、まあここのクレオパトラ7世と被ってて、まあどっちが先だったかあれですけど、まあクレオパトラ7世に手出した人の方が多かったっていう感じかな。まあ今回紫式部が死んで、クレオパトラ7世がカッコないがプラス1ってなっているので、まあおそらくクレオパトラ7世の方が早かったんでしょう、実装時期としては。なのでまあクレオパトラ7世を先に取ってしまって、紫式部はパスした人が1人いたのかなっていう感じですね。
うん、でこのカッコ内はね、まあ、最初に言い忘れましたが、まあ、前回と比べてどうだったかっていうところですね、なのでまあ帰国時とかは、まあ、前回3人中2人しか使ってなかったところがプラス1になって3人中3人になったっていうところですね。クレオパトラ7世もそうですね、2人しか前回使ってなかったところが1人増えて3人中3人になりましたよと、まあ、これもちろんね1位から3位が前回と同じ人で入れ替えたっていう可能性ももちろんありますし、これ1位から3位の人で入れ替わった、3位の人が4位の人と入れ替わったっていう可能性ももちろんね、この3ヶ月間で、環境変動した可能性もありますので、まあ、ちょっと何とも言えない、ところですが、まあ、モルドレッド、オヤシ、リシ、帰国シ、クレオパトラ7世ですね、まあ、こちらが使用率 100% となっております。でね、まあこれはね僕のサーバーのだけの話にはなると思うんですが、結構ねアウグストゥスがね環境終わってもずっと1位に居続けた副将だったんですよね。で前回3ヶ月前かな、で初めてこの1位から3位で消えたんですよ、アウグストゥスがね。で今回もアウグストゥスはいないというところで、まあ、前回はこの後ですよね、1位から順位10位かな、で1位から20位、ここでアウグストゥスは復活してきて、やっぱりうちのサーバーはアウグストゥスサーバーなんだなっていうのを分かりしめた3ヶ月前だったんですけど、今回ですねアウグストゥスどうなったのか1位から10位見ていきましょう。ということでもう名前が出てしまいましたが、アウグストゥス1位陥落、5位ということで、アウグストゥスは7人の方が使ってますということで、まあ、使用率それでも7割ですよね、 70% かなり高いと思います。まあ、1位から3位以外の人が使ってるみたいな感じなのかな、4位から10位までの人が使ってるぐらいな感じですよね、この感じだとね。で前回からマイナス2ということで、前回はねもう本当に10人中9人が使ってた副将だったんですけど、マイナス2となって7人に なりました。でナタですよね、前回から1人少なくなって、各6人ですね、ま、でもそれでも使用率 60% とまあまあ使っている方ではないかなと思います。でカエサル花嫁化して、前回よりも復活してきました。まあ多分ランク外とか、まあ、ギリギリ残ってた、このランキングに残ってたかなぐらいだったと思うんですけど、カエサルね、カエサルがまあ6人ということで使用率6割まで復活してきましたね。やっぱ花嫁化でかなりカエサル強くなりましたからね、まあ、やっぱり、カエサルをまだ追走せずに、育成、がある状態ですよね。で残してた方は、まあ、今回花嫁化でね、まあ、そこだけ花嫁化させるだけで強くなったという形になりますので、まあ、そういう方々がカエサル花嫁化して花嫁衣装を取って、返り咲いたのかなという感じですね。で8位、モガミ、ブリュンヒルド、エビスということで、ブリュンヒルドここに入ってきました。まあ初めてのね CMR ってことで、まあ様子見た方もいるのかなという感じですけど、使用率4割、まあ、40% という形ですね。まあ思ったより取ってないなっていう感じがしました。うん、まあもうちょっと6割7割ぐらいいくかなっていう予想だったんですけどね、まあ4割ぐらいというところでとどまっています。そしてモガミがマイナス1、モガミもやっぱり徐々に落ちてきてますよね。でエビスもまだ4人いるんだなっていう、逆にねいるんだなっていう感じですね。マイナス2になって各4人まだ 40% の方が使っているというところで、まあモガミはね徐々に落ちてきているっていうのはなんとなくやっぱり強い副将が出てきてるのでわかるんですけど、もうエビスはもう2周ぐらい環境回ってるような気がするので、まだ残ってるんだなっていう感じですね。でそしてこの上ですね、2位タイが3人ということで、帰国士、リシ、モルドレッドということでね、各8人使用率 80% という形になってます。まあ前回1位から3位の時ですよね、でモルドレッド、リシ、帰国士1位だったのにもかかわらず、10位まで幅広げると2位というところで、まあ、使用率 80% はねかなりすごい数字ではあるんですが、1位にはなれなかったということで、じゃあ1位は誰なのかですよね。アウグストゥスはもう出ちゃってますしね、じゃあ新しくうちのサーバーの象徴になる副将は誰なのかというところで、1位はこの方、大谷氏でした。前回と変わらず9人の方がまだ使っています。うん、まあ、大谷氏もね徐々に、まあ、モガミとそこまで性能変わらないと思うんですが、大谷氏はね、まあ、しっかり、数を減らすことなく9人、前回も9人、今回も9人という形ですね。使用率9割 90% なので、かなりの人が使っているという形です。でもちろん1位から3位の人も 100% 使用率 100% でしたので、まあ、そう考えると、まあ、大谷氏人気っていうのもすごいなとこういう感じですね。
でここで大谷氏が1位取りましたので、1位から3位、1位から10位ともに大谷氏は1位ということで、これが大谷氏がね新たな僕のサーバーの象徴となるのかということで、最後見ていきましょう。今度はまあ幅が20位まで広がりましたので、だいぶ広くなりましたということで、8位がカエサルですね、花嫁かということで、各8人、まあ、さっきと見てそこまで増えてないかなという感じがしますよね。使用率が 40% ぐらいまで落ちたのかな、まあ、ですがギリギリランクインという形です。そして劉備マイナス1で8人、まあ、こちらも使用率 40% ですね、まあ、この辺まで幅広げちゃうとさすがにバッファーが入ってくるかなという感じです。やっぱり上の方の人になると首相を除いて11人は全部アタッカーにした方がもちろん強いのは強いんですけど、さすがにこの20位までって幅広げると一つのサーバーしか見てないんで、これね、その中の20人までってなってくると、さすがに11人アタッカー揃えてる人ってのはだいぶ少なくなってきて、さすがにねバッファーが入ってくるかなという感じです。で、張孔明、前回ランク外から8人の方が使っていますよということで、張孔明もね、バッファーなので、まあ、育成してない感じがほとんどかなと思いますが、まあ、バッファー入ってきましたね。で、モガミがまだギリギリ粘っているという形で、前回からマイナス1で8人、まあ、使用率 40% という形です。そして第7位、こちらもサポートですね。ショウをまだ9人の方が使っているというところで、使用率 45% ぐらいかな。ですので、やっぱこの辺までは、やっぱバッファーが増えてくるなという印象ですね。まあ、さっきの1位から10位まで、のランキングではバッファーが1人も出てこなかったので、やっぱ10位から20位でバッファーかなり使われているんだなというところです。そして5位。5位にリシ出てきました。そしてナタですね、まあ、こちら前回と同じということで、各14人の方が使っていますという感じですね。14人ってことは 70% かな、使用率 70% なので、まあ、7割って考えたら、あ、まあまあ使われてるんだなというところです。そして2位タイガ、また3人アウグストス、アウグストスここで出てきましたね、帰国しモルドレッドということで、アウグストス1位ならずというところです。まあ、これよね、1位ならずで悔しがってるのは多分僕のサーバーだけなんですが、まあ、多分他のサーバーとかね、見てくるとアウグストスはもういないかもしれないですね。うん、まあ、僕のサーバーが128番目のサーバーかな、800野鳥になるんですけど、まあ、そこのサーバーはね、アウグストスが、まあ、かなり強いんですよね。まあ、人気という意味で強いんですけど、うん、まあ、この6ヶ月前かな、半年前まではもう本当にアウグストス1位だったんですよね。1位から3位、1位から10位、1位から20位、どこの順位帯見てもアウグストスがまあ1位という形だったんですけど、まあ、3ヶ月前ぐらいからね、1位から3位で消えて、まあ、でも1位から10位、1位から20位まではまあアウグストス1位だったんですけど、さすがにこの時期まで来るとアウグストスが陥落ということで、新しい象徴となる副将はですね、まあ、もちろんあの方となるんですが、まあ、その前にこの3人見ていきましょう。で、アウグストスがね、もう本当に4人マイナスということで、4マイナスですよね。前回19人の方が使っていたんですが、今回15人ということで、7割5分 75% かな、まあ、7割5分でも相当すごいですけどね。 75% の方がまだアウグストス使ってますよというところで、そろそろね、花嫁化してほしい感じはありますよね。うん、アウグストスもまた戻ってきてほしいかなというところ。まあ、花嫁衣装が出たらね、カエサル同様またしっかり戻ってくると思いますので、まあ、そこは期待ですね。で、帰国し前回からプラス4となりまして、まだ再販来てないのにね、プラス4となりまして、各15人、まあ、7割5分使われていますよということで、まあ、これは逆に少ないかなという印象かなと思います。帰国しね、まあ、再販来てないのもありますけど、正直、まあ、8割9割使っててもおかしくないかなっていうレベルですよね。で、モルドレッドプラス1で、まあ、こちらも各14人というと、15人というところですね。まあ、コモルドレッドも7割5分というところで、やっぱ武将の中では人気ある副将かなというところ。そして新しくこのサーバーの象徴となったのは、1位大谷氏、なぜかさらに1人増えて16人というところで、まあ8割かなっていう感じですね。まあ、これね、僕のサーバーで見るとなんかばらけたなっていう感じがします。今まではもう本当に19人とか20人、もう使用率9割5分、使用率 100% の副将が、まあ、1位を取ることが多かったんですけど、もう なんかね、ここに来て急に16人、まあ8割までガクッと落ちたっていうところ
ですよね。なのはやっぱりこの8人以下の副将が結構いるっていうところかな。うん、まあ、今回はまあ、こうやってランキングつけてきて、まあ、大体1位から10位ぐらいまで、で乗せていこうかなっていうところでやってるんですが、まあ、今回使用率4割がボーダーラインというところで、まあ、使用率ね3割とか、まあ、3割5分ぐらいの副賞が、まあ、結構多かったですかね、統計取っててね。ですので、まあ、今回ですね、まあ、1つの副賞に集まらなかったっていうのは、まあ、今まで やってきた流れとは全然違うので、すごいびっくりしましたね。ということで、1位は大谷氏、まあね、これ1位から3位、1位から10位、1位から20位の3冠達成ですので、まあこれでね、アウグストスサーバーとももう呼ばれなくなり、新しく OS サーバーと、まあ、呼ぶような形になるのかな。まあこれもね、また3ヶ月後とか、また半年後とかね、まあやっていくとは思うんですが、まあそれでどこまで居座り続けられるか、まあこれも一つ見どころかなと思います。でね、まあ2位はアウグストス、帰国しモルドレッド、で、リシ、ナタ、で、賞をカエサル、劉備、張高明、最上義明の順っていう感じですね。まあやっぱりブリュンヒルドそこまでだったのかな。まあ20位まで、だったら、まあ、正直ここのランキングには余裕で入ってくるぐらいみんな取ったのかなって正直思ってたんですけど、意外とブリュンヒルド取ってないなっていうところと、まあ桃地も意外と少ないなっていうところですね。まあ最近でいう強い副将ってやっぱこの辺ですよね。であとはカエサルが花嫁化したっていうところで、まあカエサルはねもともといて、まあ育ててた、まあ追走してなかった人が、まあ花嫁衣装だけ取って復活したっていうところですので、まあこれはまだ納得のランクインなんですけど、まあこの3つの副賞のうちカエサルしか入ってきてないっていうのはね、またびっくりかなという感じですね。でね、まあまた3ヶ月後やるとは思いますが、まあその時にはねブリュンヒルド入ってきてるかもしれないですし、育成がね進んでね、まだ出たばっかりだからね、育成進んでない可能性ももちろんありますので、まあ3ヶ月後は逆にね育成済んで再販来てないけどランクインするみたいな形もあると思いますし、ブリュンヒルドに続く聖 MR ですよね、まあこれもどんどん出てくると思いますので、まあそっちの方が名前入ってくるみたいな可能性もありますので、まあこれもね3ヶ月後楽しみにしていただけたらなと思います。まあ一応ね補足ですが、もちろん僕も入っていますので、まあ自分が使ってる副賞で言えば大谷氏、アウグストス、帰国氏、モルドレッド、リシナタ、張高明、最上義明、この辺りかな。なのでまあランクインしている副賞はもうほぼ全部使っている感じですね。カエサルはね、まあ、今回のブリュンヒルドと一緒で、まあ、僕はねレアリティが変わった、まあ、実質ねブリュンヒルドも新しい MR っていうところで実質のレアリティアップだと思ってるんですけど、まあその最初の副賞ってどうせすぐインフレに飲まれるだろうと思って取らないんですよね。なのでまあカエサルも取ってなくて、 MR の1番目ねのカエサルも取ってなくて、でブリュンヒルドも今回スルーしましたので、まあこの辺は取ってないという形ですね。で賞王も持ってなくて、まあ賞王に関しては小機微の MR 完全に待ちだったので、賞王は取らずにダッキ取ったっていう感じですからね。で劉備は持ってるんですけど編成には入れてないっていう感じで、今回のランクには僕は数えられてないですね。なのでまあほぼこのランキング通りの編成、まあ、作ってるかなというところですね、まあ、僕のメンバー的にはね。はい、ということで、今回は、闘技場の、まあ僕の統計の中では一番人気ないものにはなるんですけど、闘技場のね、人気副賞ランキングを取らせていただきました。また来月皇室かな、まあこれが一番人気あるんですけど、皇室の人気ランキングやろうかなと思います。なのでまあそちらも楽しみにしていただけたら嬉しいですね。はい、ということでチャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。